ッカは静かに虐殺されているわ。ッカの戦いにおける、シリアの市民ジャーナリストのグループ RBSS についての2017年のアメリカ合衆国のドキュメンタリー映画。監督はマシュー・ハイネマン。2017年の三ン性ン映画祭でプレミア上映され、その後アマゾンで200万ドルで買い付けられた。トライベッカ映画祭などの映画祭でも上映された後、アマゾンスタジオ、 a e インジフィルムズ、IFC フィルムズによって2017年7月7日より、順次劇場を公開された。本作は批評家から絶賛されている。2018年3月8日、現在、映画批評集積サイトのロッテントマトズには91件のレビューがあり、批評家支持率は99%、平均点は10点満点で8.3点となっている。また、 メトクリティックには31件のレビューがあり、過重平均値は86、100となっている。ガーディアン氏のチャーリー・フィリップスは本作に5つ星を与え、シリアの悲劇についての決定的な現代、ドキュメンタリーだと評した。ありがとうございます。